いや、だから悠仁殿下までは何度も言いますが、悠仁殿下までは何事もなければ大丈夫なん、ただ、まあ、もしものことがあるっていうのはもう可能性はゼロではないから。どころか実際1回命狙われてますもんね。いや、随分おっかないことを先生と言うね。いや、だって、いや、だって、うわ、すげえ、これ。そうですよ。だって日本人で命狙った輩もいるし、で外国のに日そう本の歴史なんかね、か。潰したい人に常に狙い、一人さえ潰せば日本終わいりだや、そうですよ。たった一人で、この現状どうすガラガラガラっと崩れていくよ。どうすんだと。うわ、怖っ。いう恐ろしい状況がまずある。で、ああ。それが命の危険までをさておいても、だって皇室に嫁入りしたらバッシングやりたい放題やっていいって文化出来上がったじゃあれはどうかと思うよ、本当に。じゃあ、そんな時に悠仁殿下のお嫁さんになってくれる人を探すのどんだけ大変だし、なったとしてもいつになった男の子生まれるんだってなるじゃないですか。あれはで、しか本も当気もうの毒反だ撃しよ。ないから、もう皇族だったらサンドバッグと同じだみたいなのがいっぱいいる中で、やっぱり悠仁殿下一人しかいないというのは、これはまあ大変なことだし、で、仮に悠仁殿下70歳の時にお子様一人もいませんでしたって時点で議論したって何もできない。そりゃ間に合わないね。だから言いますから、まあ悠仁殿下までは大丈夫なんで、そこは議論しない。でも皇族の確保ということは今すぐしなきゃいけないっていうのは、これ先送りでも何でもない。ちゃんとした結論ができてるよね。これね、俺でも分かるわ、そんなの。だから今すぐ愛子天皇に道筋開けっていう人以外は絶対納得できる。じゃあ、なんで先送りって報道になってたの？いや、だから本当誤報だらけなの。誤報なの？はい。単に。はい。いや、本当有識者会議でウォッチングしてたんですけど、この人こんなこと言ったの？と思って政府のこう、議事録とか見たり、ご本人に聞いてみたら、全然そんなこと言ってない。そんなのばっかりです。だ、過去、例えば有識者会議の中で、女系論の巨頭だった笠原先生や所先生は、今回女系の拡大今すぐやるのは反対だ、悠仁殿下を追わすのそんな理由ないだろうって言ってるのを読み取れない。この人過去反対だから反対枠で呼ばれたんだろうみたいな報道みたい。思い込みでやってるし、知識もないし、取材しようする方法も思いつかないしっていうので、旧国シンクタンクとして、ちょっと皇室の話は別枠なんでということで、私がずっとウォッチングしてて。そうですか。いや、政府から独立した民間のシンクタンクをって言ってて、政府の報告書が100点満点って言って、言わなきゃいけないぐらい誤報だらけ。いや、だけど日本のメディアってのはひどいもんだね。本当に少数のちゃんとした人の声が伝わらないって。じゃあ、先送りってあれ、堂々と書いてありましたよ、はい、見出しに。だから何をもってと。だって結論出てんじゃん、ね。はい、そうですよ。もう今すぐやんなきゃダメだということで、じゃあ、ちょっと次行っていただいて、じゃあ、皇室って時間のスパンが違っていて、そうですよ。当たり前いや、本当ですよ。はい、感覚が違うので、例えば私が菅総理のことを、新井白石以来300年ぶりの快挙だって言った、その新井白石なんですけど、宝永7年、1710年に宮家を創設してて、そのうちの一つが会員の宮家なんですね。で、何やってんだろうと当時思われてたんですけど、あの人もまあね、皇室マニアだしって、まあ尊王家、尊王家だしということをやりたいんでしょうで終わってて、まあほぼ趣味の扱いだったんですね。ところが、61年後、明和8年、1771年に当時の皇室の直系が絶えてしまったんですよ。じゃあ、どうすんだって時に、新井白石が61年前に作っていた官位の宮家の子孫から皇位についていただいて、後覚天皇になり、今に至る皇室。おお、白石かっこいい、グッジョブですね、これ。だから、もう、だって当然生きてないよね。もちろん。いや、もう最後は徳川吉宗っていう人にもうひどい目に遭わされて、暴れん坊将軍だ。そうそう、命だけは取られなかったぐらいのひどい不遇な晩年なんですけど、あの時、新井白石さんが未来の時に備えててくれたから、日本の皇室は滅びなくて済んだと。
これ新井白石はどういう立場だったんですか。いや本当に三宅を創設した時は今のままだったら何代か先に危ないと見据えてて、うん、では当時の人はあそう、まあ、最高権力者が言うんだったら、まあ、お好きにどうぞみたいな。へえ、あそうか、関心がなかったのかみんな。まあ武家の方は関心なくて、まあ、あの朝廷の方はえなんでお前にそのこと言われなきゃいけないのみたいなのを、まあまあそこはそれみたいに説得して、ああ人んちの話に口出しやがってみたいな感じで言われて、おう、うん、へえ、いや当然その三宅出す金は出すんだろうな、そんな予算措置はしますよみたいなへえ、でもすごいな新井白石って、はい、へえ、うん、という61年後ですよね、はい、というだから今ここで備えておくことが、うん、まあ悠仁殿下を守りすることになる。いやだけどさっきおっしゃったけど新井白石並みだよ菅さんっていうの、いやいや過言じゃないよ、これ過言じゃないですよ本当にね。え多分だって、うん、やっぱりそれこそ50年後ぐらいに、はい、何かの成果になるかもしれないですね。もうだって悠仁殿下と奥方皇后将来の皇后陛下が絶対男の子埋めようってプレッシャーに、だから皇族がいないと、それかわいそうだよね。それを避けよう、今すぐ避ける方法を考えようと、あ今からやらないと間に合わないんでっていう、何をもって先送りっていう、すあなるほど、すごい腑に落ちた、はい。でそこで、はい、3つの提案、事実上2つの提案なんですけど、1つ目女性三宅、うん、これ保守の人って女性三宅、うん、まあ実名出しますけど、うん、小室圭が女性三宅 の、 あの旦那さんになって皇族になってその子供が天皇になれるなんてけしからんって、それを女性三宅と思ってると思うんですよ、うん、いやそんなんダメですよ、うん、それはダメだよ話、もちろんもうそれは女性三宅でも何でもなく、うん、まあやってもいいんですよその場合、まあ、小室さんに限らず、うん、あのまあ配偶者はただの一般人、うん、一般人で、うん、その子供も当然一般人、うんうんうん、もちろんで有志者会議もそれを踏まえていて、うん、勝宮さんって幕末にいて、あ、はい、パンピーと結婚したんですよ。あ将軍でやってた徳川家持ちでいた、あ将軍もパンピーか、そういえばそうです、徳川将軍といえどもパンピー、パンピーだ、はい、徳川も生田も倉山も天皇陛下から見たら一君万民ですから、そうですね、普通の国だったら、うん、王様貴族と平民で境があるんですけど、日本の場合違うんですよね、うん、あ天そうか、皇室と貴族で分かれる、だからあの君臣の別っていうんですけど、はい、君っていうのは天皇陛下皇室です、うん、臣っていうのは貴族ですよね、はい、で君と臣違うんですよ、で明治に臣民って言葉が生まれた、あ、はい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 、で臣も民も貴族も平民も天皇陛下から見たらもう全員臣民、あそうなんだ、あのなんだっけ、あの教育直後が何時臣民ってやつでしょ、あそうか、はい、貴族も民も一緒なんだ、そうです、他の国の、あすげえ面白いこと聞いた、外国の王室に習えて人は、うん、祖先王様って貴族のトップにするんじゃない、はいはいはい、同輩中の主席って言うんですよ、うん、なるほど、全然違う文化なのにどこの国に習うんだと、しかも古い方が新しい方にと、いや本当ですよ、ね、何の根拠でと、だってうちが一番古いんだよ世界で、だからもう日本の皇室が決めたらもう誰も逆らえないですもんね世界中、あそうですよね、うん、あいいこと聞いた、はいはい、でそこで、うん、まあ、女性三宅というものなんですけれども、はいはい、あの女性三宅と、うん、っていうのはなんか代々女性皇族が三宅の当主である女性、あの三宅のことと勘違いしている人多いと思うんですよ、それ女系三宅ですか、うんうん、それは女系三宅だ、うん、だから女性三宅には先例がないっていう人いるんですけど、うんうん、まあ一回だけ先例があって、幕末に桂宮家に吉子内親王が、はい、あの継いだことがあるんですね、うんうん、ただこの方はあの婚約者にお亡くなりになられてしまって、で結局、まあ、生涯独身だったので、あの子供が当然生まれず耐えてしまったんですけど、うん、で相手が皇族でした、はい、婚約者、はい、で皇族の方とその女性宮の吉子内親王の間に生まれたお子さんは当然皇族です、うん、じゃあその子が女の子しか生まれなかったら、うん、あの桂宮家は2代続けて女性宮家になったかもしれないんですけれども、うん、男の子だったら当然その子がついて普通の宮家なんですよ、うんうん、だから女系宮家のことを女性宮家と思ってんじゃないかな、あな
るほどね。そこら辺はまあちょっと考えないと理解できないかもしれないね。これはもう特殊な知識を必要なことなので、 そこもその女性見分け反対っていうのはいいんですけど、うん、まあパンピーの男が、うん、皇族の女性と結婚して、うん、皇族になるみたいな論外だけど、だから女性見分けやるってことは相手も皇族でなきゃいけない、うーん、その見分けを続けるためには。なるほどなるほど。だから今回眞子さんが小室圭さんと結婚をしたわけですよね、はい、で結婚をした途端に皇族離脱っていうお話になって、はい、で今の皇室典範だともう女性皇族はもう結婚した瞬間に問答無用で皇室を離れなきゃいけない、ということはパンピーってこと。そういうことです。だから、うん、国民になった瞬間に言いたいことを言ったわけですよ。で秋篠宮殿下も、まあ、国民の権利として、うん、結婚の自由を選ばれたみたいな表現言われましたけど、つまりそれはもう感動って意味ですよ。あれ感動で実際儀式もやってないですね、皇室の。だからそれで結局皇族なのに日本国憲法の人権主張したとか曲解する人いるんですよ。全然意味が違うんですよ。特殊な読み方しないと絶対誤解するぐらい難しい世界なんです。なるほどなるほど。はあ。ということで女性見分けっていうのはもう本当その仮に有識者会議が言うように、うん、結婚後も残れるとしたら相手が限られてくる、うん、まあよく愛子天皇とか何とか言う人いますけれども、うん、本当それやりたいんだったら配偶者限られますからね。で今その皇族がいないから問題なんですよね、うんうんうん、っていう話。これがまあ旦那っぽい。そうか。そうなると旧皇族の復帰っていう議論も成り立つわけですね。そう、それでまあすでに週刊誌で出てきますけれど、それの前にまず旧皇族の話していきますけれども、うん、はい、でその旧皇族の復帰に反対した理由って結構ある中で、うん、昨日まで国民だった人が今日皇族になって、はい、明日天皇になる、それ嫌だみたいなことを、うん、俺ねそれはね何かの記事で読んだことあるんですよ。で結構政治家の間でも多かったです。いやだからさっきお話しいただいたその憲法と天皇の存在っていうのだから要は、基本的人権の尊重、はい、言論の自由っていうのが、はい、じゃあ皇族には認められてないのかいという話になってきちゃうわけですよ、はい、そうすると一般人はそれ認められててその権利を奪われるんじゃないのっていう記事は俺読んだことある、はい、あなるほどそういう考え方もあるんだなっていうふうには思った。じゃあ日本国憲法だとそれで家族様みたいな、はいはいはい、お家族様貴族にするのは違憲なんですよ。ただ皇室は例外なので、うん、だって一般の女性は今でも民間人から皇族になってるんですよ。正田さん、はい、小和田さん、はい、川島さん、はい、全員一般人だったのが、はい、皇室に入った瞬間に名字もなくなるわ、うん、人権もなくなるわ、戸籍もなくなるわ、あそう今でも起きてることなので、で特定の皇室に関する特殊な掟に従ってやること自体は日本国憲法も否定していない。なるほど掟か、うん、掟だ。それがだって2600年続いてんだもんね、はい、そうだやっぱりその掟が絶対だわ。そうなんです。でそれは日本国憲法と矛盾しないようになんとかうまくやってきた、今ここでもううまいことやってきたわけだ、極論はやめましょうと。はあ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 、でそこで旧皇族の方々の話ですけれども、まあ、今生きておられる方が、うん、皇族になって、うん、天皇になるってどういう状況かっていうと、うん、悠仁殿下は何かあった時、うん、そうそうそう緊急事態ですそれこそ、うん、本当に、うん、その状態がならないように、うん、絶対起きないとは言い切れないけれどならない前提で話を進めてるわけですよね、うん、ならないようにしなきゃいけないし、なるほど、もう秋篠宮家の警護を増やすとかそれは別の話、うん、とにかくあらゆる手段を講じてお守りすると、うん、で悠仁殿下がご無事にご即位された後でもしお子様が生まれなかったらどうするんだ、配偶者にも殿下に当時その時は陛下ですね、陛下にプレッシャーがいかないように他に、うん、その秋篠宮家悠仁殿下に直系が移った時お子様がいなかった時にどうするんだっていうところで皇族の確保で昨日国民だった人が今日皇族になって、うん、明日お子様生まれてその生まれたお子様、うん、今この世に おられない方は生まれた時から皇族です、うん、悠仁殿下何かの直系に何かあった時は生まれた
期から皇族の方がお控えになっているというの、これがポイント。なるほどなるほどなるほど。ちょっとそこを保守の方々もあんまり説明してない。なるほどなるほど、うん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 、実名出しますけど、産経新聞で私がかなり仲間として頼りされている方も、はい、あ、そうだよねっていうぐらいなんで、ほとんどの人分かってないと思います。俺もだから今話聞いて自分の中で落ちてるけど、これお前どっか行って人に説明しろって言ったらうまく説明できねえ。特殊な世界いやいや本当に、うん、自分の中で、でこれねよくできてるこのシナリオ。そうなん、あの新井白石の話がすごく効いてるんですよここで、はい、そうなんです。なるほどじゃあちょっと次行かせていただいて、はいはいはい、改めてねポイント強調しますけれども、はい、注意、昨日まで民間人だった方が今日から皇族になり明日には天皇になるっていうのは大変なことですから、うん、それを想定してるわけではない、うんね、うんうんうん、じゃあそこで、そうだ、で今まで旧皇族の男系子孫に、まあ、親王専制ですよ、皇族になっていただくということは、うんうん、まあ、生まれた時民間人なんで戻るって変なんで親王専制と言います。じゃあそれが何が気に入らないかっていう女系論の議論を紹介します。ほう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 、まず洗礼にならないって言うんですよ。いや女系天皇洗礼ないやんと。いやそこは洗礼ある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 。でだあの中皇族、あのもともとあの皇族だった人が民間人になって、うん、あの皇族天皇になった例は第59代宇田天皇、菅原の道真という例があります。でその宇田天皇があの源の定美という民間人だった時に生まれたのが源の是実という方で、はい、で宇田天皇が戻っていくと皇室に戻る時にあの親王専制されて是実親王となり後の醍醐天皇という。だからまあ古すぎる例だし、まあ、あんまりいい例とも言えないので、うん、あのまあ、無理やりやる必要はないんですけれども、まあ、洗礼がないわけではない。で結局女系論の人はこんな古すぎるし、源氏は貴族じゃないかみたいな、いやだから皇室は貴族じゃなくてみたいな、さっきの議論を無視して。だってこれ西暦の880年の話だ、はい、まあ、そういう例を積み重ねてきて洗礼で守られてる。じゃあもうこの頃から親王専制っていう言葉はあったわけですか。もっと前からあるんですけれど、はあ、親王専制っていうのは天皇陛下がお前親王だよっていう指名をするってこと、はいはい、そういうことなんです。はあ、なるほど、こんな時代からじゃ苦労してたんだ。そうなんです。もうだってこの時には第60代天皇ですから。すげえ、800年と思ってまだ。いや、ヨーロッパ一の名門ってハプスブルク家って言われるじゃないですか。はい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 、で、その元をたどれば、うん、カール大帝って教科書に出てくる人いるじゃないですか、うんうん、その時には我々第50代桓武天皇ですから。うわすげえ、向こうがもうほとんど神話の世界の初代の時、こっちにもうリアルに50代ですか。めまいしてくるないやだからこの間のあの陛下のご即位の例、あれはね俺ね世界に発信したのはすごいことだと思うよ。あれあんな雨の中突然虹が発射しますもん。そうあれよびっくり。そういだしさ、あの皆さんも十二人絵ですか、はい、あの女性、あのもういや綺麗だったもん、あれは感激です。私は、うん、はい、すいません。でそれであと旧皇族の方は生まれた時から民間人で何十年も経ってる、だからそんな人を戻すのは良くないって、うん、じゃあ昨日まで小室圭さんに、うん、あの女性宮家の配偶者の皇族第一号になっててなってくださいって言ってた人がそれ言いますかみたいな。いや本当だねなんで旧皇族はダメで小室圭さんいいの。小室圭さんも大迷惑してましたよ。あいや逆に最近小室さんかわいそうになってきて。いや俺はかわいそうですよ彼は、うん、彼とか言ったら怒られちゃうか。怒らないよ、まあ、別にね、大丈夫だと思うんですけど。だからまあさっき言った通り、まあ、昨日まで皇族だった、国民だった人が皇族になって天皇になるのではなくて、うん、あの戻って旧皇族の方々に親王専制して、その次の世代の方々にはあの皇族、生まれた時から皇族。なるほど、ね、なるほど、そうか、やっぱり悠仁殿下がいらっしゃるっていうのは大きいな。そういうことです。悠仁殿下はどうやってお支えするかという話にして、
そこで、3つ目の批判点として、はいはい、なんかそんな皇族戻っていい、昨日まで国民だったのに人権と、ね、差し出して皇族になっていいなんて人たちいるのか、ネッシーだみたいな無茶を言う人いるんだ、でしたけど、まあ、これはもうすでにもう公開情報になってるんで言いますけど、まあ、東国家や茅家が話題になってます。東国の宮っていうのはあの総理大臣やってたことあるよね。東国の宮成彦。ああ成彦さん、はいはいはい、はい、で東国家ってまあ別の番組で国民民主党の大塚康平先生に出ていただいたんですけど、あの皇族を守る、あ、皇室の直系を守るための家なんです。だからあの明治天皇も娘婿、娘をあの嫁入りさせてるし、昭和天皇の、も娘をあの東国家に嫁入りさせてるし、皇統を守るために存在をする宮家なの。そうなんです。だからもっと例えれば中川の宮といって、あの孝明天皇の側近として徳川慶喜と組んで明治維新と戦ったりとかしてた。へえ、まあ薩長と戦ったりしてた。え、そういう制度がもうすでにその時代からあったっていうこと。まあ、もっとたどればその南北朝時代まで歴史は遡るんですけれども。じゃあ今さらこんな有識者会議やってうんぬんかんぬんやる話じゃないじゃないこれだからそういう歴史が2682年あるんで、どの知恵を使うのかと、どの先例に習うのかと。なるほど。だからいきなり日本国憲法に基づいてこれおかしいじゃないかとか、そうだ僕の考えた、あたちの考えた理想の皇室とか、そういう、いやレベルが違う、申し訳ない、はい、レベルが違います、はい、うん、ということでまあそういう方はいるのかってすでに報道されてますっていう、ね、あ、でそれで結局皇室の存在そのものが人権侵害だとか、いやだから日本国憲法でもこうだって全ての憲法学の教科書に、あの皇室は人権の特例って表現で書いてます。ああなるほど。だから会社に選挙権がないように天皇にも営業の自由ないでしょみたいな、そういう書き方するのが普通ですよ。っていうぐらい日本国憲法と皇室の伝統っていうのは調和してきた。だ何を今更日本国憲法の方が上だと。いやだからへりくつだよな、はい、マッカーサーですら妥協したものをあなたたちはひっくり返そうとするんですかって話。なるほどね。でも今マッカーサーって出たけど、あの本当大東亜戦争後にね、はい、皇室に手をつけなかったっていう、アメリカってやっぱすごいよね。まあそこだけは手をかけられなくて、そうあそこ手かけてたらどうなってっか分かんないですよ。だからスターリンや毛沢東だったらどうなったか分かんない。あまあスターリンじゃやるだろうな、毛沢東でもやる、毛沢東でもやるわ。いやアメリカだからそういうとこは大したもんだなっていうふうには思いますよね、はい、で、はい、5つ目の批判なんですけど、はい、結局旧皇族って全員南北朝時代の伏見の宮家の子孫で600年も離れてるじゃないかと、うん、いやそれはもう明治天皇も昭和天皇も分かっているので、あの伏見の宮家系の宮家とあの婚姻を進めてきたわけで、で既にもう月刊週刊誌で出てるんで言いますけど、愛子さまとあの旧皇族の方の婚姻が進められているというふうに、まあいろいろ名前は出てます。東国様であるとか茅様であるとかと言われてますけれども、まあそれは実際わからないですけど、あ、そうなんですか。まあ、つまりあの結局、まあ、第一があの結婚後も皇室に残れるようにする、で第二案が旧皇族の復帰。じゃあ愛子内親王殿下 の、はい、あのご主人様はどなたになるんですか。まあもちろんあの結婚の話なのでうまくいかないかもしれないです、はい、うん、うまくいったら1案と2案両方できるわけですよ、ね、あうまく整合するんですよね。で、まあ、それうまくいかなかった時とか他の皇族の方をにあのこう旧皇族の方に皇籍に戻っていただくために直接親王選挙するというのが3案、その他の案なんで極めてよくできている。素晴らしい。私ここまで政府 の、 あの報告書を褒めることって人生で一度もないんですよいやだけどこのたった16ページ、まあ、参考資料別に16ページの中にそれが収められたんだ、はい、そういうこと。すげえ。へえ。そういうことなの。へえ。いやだけどすごいですね日本の皇室って。 そのね初めにおっしゃった掟、はい、いいじゃないの。そうですよ。
だから、まあ、あの報告書だけ見て前提知識をしないと100点満点にならないんですけど、うん、まあ、そのあの3案の意味するところと、うん、あそこに誰と誰を結婚させるなんて書けるわけないんで、ああ、そらそうだ。でもそれをあの残してる、女性見分けも残してるっていうところで、まあ、のりしろがあるわけですよ。のりしろまで含めて可能性を考えると、まあ、100点という結論。なるほど。先送りというのは全くの誤解。はあ、今すぐこれを やって50年先に備えましょうという。いや、荒井白石だな、これ。荒井白石やっぱ生きるよ、これ。そうなんです。いや、でもこのこういう掟っていうのは、なんか一回ちょっと、まあ、本になってるんですよね、もうすでにね。まあ、そのただ勉強してないんだよね、みんなが。もう膨大すぎて、歴代天皇記だけでも棚一つ分まるまるあって、でその中からあの、まあ、そのまあ歴代天皇記だけですね。でその膨大な洗礼の中からどれを今だったら知恵として使えるのかって探すのが掟の守り方なんですよ。だから誰か一人がこれやろうぜって言ったら、権力者がじゃあ俺 お姫様と結婚して息子天皇するとかできちゃったわけですよ。そうさせないのが皇室の掟、歴史そのものが掟なんです。その掟をずっと学んで、その要は守り、あの守備をやる人っていう専門家っていないんですか。まあ、私はこうが皇室史学者名乗れるぐらいなんでいないんでしょうね。ああ、だけどそれは国の制度としてそれ必要じゃないの。はい、本当は。いや、何よりも悠仁殿下に、うん、あのその皇室史を教える人が誰なんだろう。あの今の天皇陛下、金城陛下も、はい、あのコロナが流行っている時に、歴代天皇は、聖武天皇は疫病が流行った時に大仏を作りて、それは小学生でも知ってますけど、うん、まあ、後嵯峨天皇はとか、もう知ら普通の人が知らない天皇でもスラスラスラーと、もう皇室の歴史が出てきます。あ、そうですか。嵯峨天皇、あ、じゃあ、あの今の金城陛下にはそういう先生がいたってこと。まあ、ご自身で習われたか先生がいたか私は分からないですけど、ただ結局皇室の歴史ってどうやったら皇室を守れるか、つまり日本を守れるかっていう歴史、うんうん、そういうことです。で、あの皇室から見たら貴族も平民も同じ一君万民で、で、うん、陛下の赤子っていう言葉が 明治にできたんですけど、赤子って書いて赤子って言うんですけど、どんな特権階級であっても、どんなホームレスみたい、あえてホームレスって言いますね、ホームレスみたいな人も同じ日本人だと。これ万葉集の時代からそうですもん。あ、まあ、そうですね。民と書いて宝と読んでた。はい、そうですね。だから民を、皇室を守る、日本を守る、民を守る、全部同じことだっていうのが皇室史ですから。だ、いい天皇も悪い天皇もいたけど、それも全て含めて今までついてきた歴史を、まあ、悠仁殿下、いやだ、受験勉強してほしくない。まあ別に、まあどういうふう、まあ学校の勉強をしてるのはいいことと思うんですけど、本当に必要なのは、まあその本当に東大目指してるかどうか知りませんけれども、まあ、え、東大目指してる、まあ、週刊誌報道によるとですよ。いや、知らないですけれども、でも、まあ、そもそも目指してほしくないなと。だって結局大学受験って結局あの庶民と一緒にあの競うことじゃないですか。はいはいはい、それはいかんね。だから悪い天皇の例で言うと、まあ、後鳥羽天皇なんていうのは、まあ、頭が良くて喧嘩が強くてスポーツ万能で、しかもモテモテだったんですよね。はあ、そういう天皇ってよからぬこと考えて、やっぱり承久の乱を起こしましたもんね。あ、そうですか。だからやっぱりあの歴史に名を残す天皇ってやらかしてるからみんな覚えてて、で本当に穏やかに世の中が収まった時の天皇ってもうみんな忘れちゃいます。そりゃそうだ、平和の時ってみんな忘れちゃうから、はい、あ、それに何かトピックがないとね、歴史に残んないですからね。から朝廷が 2つ割れて60年も大乱で、それは覚えるよみんな、うん、割れそうだったけど3日で終始しましたって覚えないじゃないですか。ああ、でもね、この今のお話はね、あのネットリックスなんじゃないですか、はい、あれで、英国皇室のことをずっとやってる、はい、ザ・クラウン、ええ、あれでありましたよ、はい、あのエリザベスが、エリザベス女王がやっぱり世間の常識私あんまり知らないからそっちの方の勉強したいって言ってそっちに行くんだけど、なんか変な気持ちになって、やっぱり私はイギリス王室であるみたいなところに落ち着いていくっていう、はい、あの回がありました、
それと一緒だね、はい、でそういう教育をずっとイギリス王室なんかもやってるみたいですね、はい、まあ、日本の皇室 も、ね、まあ、やっていると思うんですけれど、でもね、なんだって126代、はい、だ120いくつ勉強しなきゃいけない、歴代天皇を全部読まなきゃいけないよね、大変だよねこれ。でしかもそれは天皇陛下になる人だけがやる話じゃなくて皇族全員やるものらしいんですね。有名な武田恒康先生とかはものすごい皇室史に詳しくて、まあ、仁孝天皇って普通の人知らないと思いますけど、仁孝天皇の時代に宮中に巨大ムカデが出たって、なんでこの人こんなこと知ってんだろうみたいならしいんです。あ、そういう勉強してんだ。まあやっぱりもう旧皇族で、武田家っていわゆる武田恒康さんとお父さんの お父さんの JOC 会長さんは武田本家の三男なんですよ。でもそういう勉強してたって武田研究会に私参加してたと聞きました。へえ、やっぱりその圧倒的な皇室史の知識っていうのはやっぱり民を慈しむ心につながるんじゃないかなって、近江宝って言いましたね。民と書いて宝って、そうですよね。殿下は本当すごいプレッシャーの中でこれから人生を送るんだね、はい、で愛子殿下もお久人殿下をお支えし、うん、っていう、まあ、皇室の歴史の中で自分の女としての幸せを捨てて日本の歴史を守るために捧げてくださった方何人もいらっしゃるんで、うん、っていう、もうそこで、まあ、愛子天皇か久人天皇かみたいな話じゃない。いや、目先の安っぽい話だそりゃ、はい、今日はいい話聞いたな、うん、ということで本当に生田さんに聞いていただきたんで、ここまで分かりやすく語られたという。いや、ありがとうございます。私一人だとそうはいかなかった。いやいやいや、皆さんの多分あんまりお勉強してない方も多いと思うんですよ、こういうのって、はい、本当にそういう目線でね、今日は話していただいたんでね、すごくよく分かった。こちらこそ、またこういう機会設けてください。ぜひぜひよろしくお願いします、これだって膨大なものを読まなきゃ理解できないものを1時間で全部説明してもらいました。ラッキーということでございます。じゃあまた、はい、どうもチャンネルクラー、ぜひまたまた魚屋のチャンネルにもぜひぜひぜひ、どうもありがとうございました。